マビです。10投目収まりました。枠入り完了です。スタートしました。まずまず揃った飛び出し、中ほど6番シュバノーティコースタート、そのまま出ていこうとしますが、内から3番パレス将軍、間に4番祭りだピーナッツ、3頭横に広がって先行していきます。後ろ2馬身切れて7番の春日の王者、内を通るのは1番のあられちゃん。1コーナーをカーブしていきます。中段に2番のセリバオーレン、内を通る5番のミニョンヌ、並びかけていきまして、後方3頭も差がなく続いています。各馬線を通過していきました。前は2コーナーカーブ、内から3番パレス将軍、コーナーワークでわずかに先頭、その差体半分、再び迫って4番祭りだピーナッツ2番手、そして3番手集団が固まってきました。6番シュバノーティに内から1番のアラレちゃんと7番の春日の王者接近していきまして、その後ろも前との差を詰めてきました。5番のミニョンヌ、外に2番のセリバオーレン、あとは離れました9番夢の分け舟、並んで10番のマビリス、離れて8番アイムソーハッピーがしんがり、前は3コーナーをカーブしていきます。先頭3番のパレス将軍、リード1馬身1馬身半と広げにかかります。しかし4番マツリダピーナッツついていって400通過、その差が詰まってきました。3番手が少し離れて1番のアラレちゃん、その後ろに7番春日の王者、外から上がってきたのは2番セリバオーレン、4コーナーから直線、今度は外から4番マツリダピーナッツ、3番パレス将軍を捉えにかかって200を通過しました。外に出して1番のアラレちゃん懸命に前を追っている。4番の祭りだピーナッツは遅れました。1番アラレちゃんとの2番手争い、突き放して3番のパレス将軍先頭で今ゴールイン。勝ったのは3番パレス将軍、逃げ切りました。最後2番手以下広がりましたが、先行した4番の祭りだピーナッツ2番手残しました。接戦は3番手争い。